今日のサンシーロはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。ラウンド16のこの一戦、これは見る価値のある試合になりそうですね。このセカンドレグ、大方の予想ではホームチームが有利と見られているでしょう。アウェーチームはむしろ開き直って戦うと思わぬ結果を生み出すかもしれません。どんな展開が待っているのか期待して見ていきましょう。こういう選手が注目を集めるのは当然でしょうね。堂々の存在感です。ここ3試合で3得点と調子を上げてきてますからね。今日の試合でもやってくれるんじゃないでしょうか。こちらがミランの先発メンバーです。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。一般的な 3-5-2 を採用しました。中央の守備が厚いシステムですね。ミランのボールで試合が始まります。ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。ところに出た、シュート、決まった。ネットを追い出す見事なボレーです。リプレイが出ます。このクロスでうまく崩しましたね。そしてダイレクトボレーです。浮かさず冷静に決めました。いやー、すごいゴールです。さて、ミランボールのキックオフです。1点も追いつくために反撃開始となるのか。ここで取り返す。ドリブルでボールを持ち出しています。これはナイスパスカット。同点に追いつけるか。タック、このボールは止めただけ。クリアできるか。今度こそゴールです。守る側としてはキーパーが好セーブした後にディフェンダーのフォローが欲しかったところでしょう。ゴールシーンをもう一度見てみましょうか。最初のシュートはキーパーが好セーブを見せて弾き出します。しかしプレーを切れなかったので結局相手に決められてしまいました。キーパーにとっては不運だったと言うしかないですね。激
しいタックル、勝ち越したい。止める、止めます。さあここで一気に仕掛けられるか。さあリードできるか。決まった、ゴール、ゴール。豪快なボレーシュートでスタジアムを沸かせました。ゴール前で2対1の状況となりましたね。そうですね、これはキーパーも防ぎようがありません。ああ監督も嬉しそうです。1点リードとはいえ大きな意味を持つゴールになりましたね。ここで取り返す。打てるか、うまいパス、決まった。あっという間の連続得点。誰がこの勢いを止められるんでしょうか。ゴールを前にいいタイミングで取り組みましたね。このシュートはキーパーも置き上げでしょう。パスをカットした。ボールを奪った。いいタックルでした。このままプレーさせます。チャンスになりそうですよ。これはカードをもらっても仕方ありません。自陣内でプレッシャーを受けています。中の味方にいいクロスが入ります。ゴール、ゴール。フィニッシュは目の覚めるようなボレーで決めてきました。なんというテクニック。リプレイを見てみましょう。このクロスの先には味方がいます。そしてボレーシュートを豪快に突き刺しました。これは何度も見たくなるシーンです。敵陣へボールを運ぶ。タッチラインを割りスローインです。これはナイスインターセプトです。ここは味方を使います。コーナーキックです。同点に追いつくチャンスです。クルニッチ、カウンターのチャンスです。おっと抜いてきました。ビッグチャンスです。ナイスセーブ。前半終了まであとわずか。ホームチームがリードを保ち後半を迎えそうです。3対2と1点差で攻撃が好調なことに救われていますよね。しかし絶好の形になりそうです。キーパーが止める。シュートを許しません。高い位置でインターセプトします。かわした。さあどうする。ミランにファールがあったようです。これでアディショナルタイムに1分が追加されました。前半終了の笛が吹かれました。ここサンシーロでは席を立っていた観客が席に戻っていく中、後半戦がスタートしました。
1点を追いかける状況ですが、落ち着いてボールを回し得点のチャンスを伺っています。いいロブパスです。ボールをクリアしました。コーナーです。コーナーからエリア内へ。ここは相手がうまく対処しました。試合前にニュースがありましたが、トッテナムホットスパーが選手を獲得しました。はい、この移籍でチーム力をアップしますよ。デビュー戦が楽しみです。ボールを前に運びます。プレッシャーの中でも落ち着いてキーパーがセーブしました。これは見事に奪いました。ここで攻撃を止めます。このプレーはホイッスル、ミランにファウルがありました。ドリブルでボールを前、クロスはブロックされました。どこにボールを入れてくるでしょうか。キーパーに近すぎました。いいパスが出ました。これはミスキックか。シュートは大きい。外れています。ギリギリのコースを狙ったんだと思いますが、コントロールできていませんね。サイドのスペースを攻め上がります。フィニッシュまでは持ち込めず、ボールは相手チームへ渡りました。これはカウンターのチャンスです。しっかりとしたディフェンスです。ここはよくスペースが見えていました。このボールは止めただけ。クリアできるか。ひとまず前に出しました。ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。同点ゴールなるか。ゴール、ついに同点です。チームは2点差まで離されたフリーを跳ね返しました。リプレイを見ましょうか。この突破で一気にチャンスになりましたね。そしてこのシュート、ディフェンダーのプレッシャーをものともしません。この選手は体幹が強いですね。同点ゴールに対して監督のこのリアクション、これだけ喜ぶ気持ちもよくわかります。流れは完全に逆転弾へと傾いています。流れに乗り切るか、流れを読めない男が逆流を開始するのか、試合のボルテージは最高潮を迎えています。ディフェンスが冷静に処理します。カウンターを仕掛けるチャンスです。
かり見えています。勝ち越しゴール、大きくリードを許していましたがついに逆転しました。チーム本来のプレーができていないことにサポーターも怒っているようです。攻める時間がほとんどありませんからね。ボールを持った相手選手にもう少し人数をかけて囲んだ方がいいでしょう。こうしてリプレイで見ても美しいパス回しですよね。細かくテンポよくつながっていくボールに相手は完全に翻弄されています。この時間のゴールですからこれで試合は決まりじゃないでしょうか。そうですね、この時間だと厳しいと思いますよ。カードを承知の上でのファウルにも見えました。クロスボールが入った。ここはクリアしました。カウンターのチャンス、ここは決めたい。うまくいきそうだったんですがディフェンスに阻まれました。スペースに見事なスルーパス。ボールはピッチの外へ、コーナーキックです。ミランにファウルがあったようです。ペナルティーエリアに入った。ミランがボールを失う。アディショナルタイムは3分と表示されました。高いボールを通していきます。これが最後の攻撃かもしれません。時間がほとんどありません。ミランのフリーキックからのリスタートになります。ボールはボックス内へ。試合終了。アウェーチームが見事駆けつけてくれたサポーターの前で次のラウンドへの進出を果たしました。これは驚きの結果になりましたね。事前の予想に反していい意味で期待を裏切ってくれました。このまま勢いに乗れればこのチームは今大会の台風の目になるかもしれませんよ。さて福西さん、この選手は期待にたがわぬ活躍を見せてくれましたね。全体的なパフォーマンスは合格点を上げれるでしょう。今日の勝利にもよく貢献していました。